どうもゲームです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は AFC チャンピオンズリーグ準々決勝 BG パトムユナイテッド戦のマッチレビューをやっていきます。中2日の準々決勝で連戦でしたが、終わってみればまたも大量4得点の快勝で東アジアの王者を決める準決勝に進出しました。ジョホール戦のレビューでも浦和は目的を変えずにやり方を変えていけるという話をしたんですけども、この試合でも特にそういった面が際立ちましたので、この辺をね中心に解説していきます。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。また浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方はぜひ登録もお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は6分で適用した前半の浦和について解説していきます。2つ目はパトゥムが変化させた形に10分で適用した後半の浦和についてお話しします。3つ目はマンツーマン型への回答として4得点目の疑似カウンターを取り上げます。では早速やっていきましょう。はい、1つ目は6分で適用した前半の浦和について見ていきます。浦和がボールを持つことが多かったので、まずはパトゥムの守備から確認していきます。パトゥムは基本的には 4-4-2 の形を基本としていて、縦と横ですね、非常にコンパクトな守備陣形を意識しているのかなと思います。特にボールサイドへの、スライドっていうのはかなりタイトで、この横の半分のエリアに最終ラインの4枚が全部収まるっていうことも、珍しくはなかったのかなという印象ですね。でそこまでハイプレスに来るっていうよりはミドルゾーンですね、こういったあたりに構えて4-4-2 のブロックを組んでくるという守備のやり方でした。浦和は 4-1-5 で最初は布陣するんですけども、これに対してアンカーの岩尾をかなり警戒していたのかなと思います。具体的にはこのボールサイドとは逆のフォワードですよね。ボールが右サイドにあるんであればパトゥムから見て右サイドのティーラシン、この2トップの一角がしっかりとプレスバックして岩尾を監視するという役割を課されていました。浦和としては当然ね、2トップの背後で岩尾がボールを受けて前を向けたら最高なんですけども、それを確実に許さないというところで、ボールがサイドに出たら逆の2トップがしっかりとプレスバックしてこの横のパスを封じる、そういった立ち位置をパトゥムは取ってきたのかなと思います。なので浦和としてはこの 4-1-5 の経路で中央を使っていくってことは少し難しいので、別の経路をね探す必要が出てきました。それを最初に試したのがおそらく前半6分のことになります。2トップがね中央を占めているので、その分どこが空きやすいかというと、この2トップの脇の部分ですよね。ここが最初に空きやすくなるのかなと思います。じゃあ元々の配置でねサイドバックが空きやすいのかっていうと、それはそうではなくって、2トップがねセンターバックへプレスを仕掛けた時にサイドに出るボールに対してはサイドハーフが前にずれてくるっていう側面もありました。なのでそういったところを加味して、2トップのこの脇のスペースですね、ここにどうやって最初に人を配置していくかというところが必要になってきて、浦和はその方法を探っていました。で前半6分の段階では酒井がバックラインに入るような形で3枚目になるという布陣を試しています。なのでこの3バック気味になるというところで、酒井とショルツですね、この2人が2トップの脇のスペースに入っていけるという立ち位置を取りました。でそれにこうするように大畑は前線へと潜っていったというところですね。相手のサイドハーフとしては大畑が内側に入りながら自分を越えてくるというところですよね。つまり視界から消えて危険なエリアに入っていく、これに対して完全に捨てるっていうことはできないので、ショルツへのプレッシャーっていうのはかかりにくくなったというところです。でそうするとショルツの前にスペースができるので、ショルツはこのスペースに対してしっかりとドリブルで運んでいく、そういう動きが見せられていました。でこういった運ぶっていうところと、大畑が相手のラインを越えて潜っていくっていう動きはとても重要で、ゴールまでに越えなければいけない相手のライン3つっていうのをどう越えるかっていうのは決定機を作り出せるかっていうところにつながってくるんですけども、このように運んでいくと少ない人数で相手の最初のラインを越えていきますし、大畑が背後に潜っていることで次のラインを越えた後にいる選手っていうのが多くなる、そうすることで人数と時間っていうのを確保して最後にシュートを打つ人がより良い形で打てるようになるというところですね。必要最低限のリソースですよね。人数で相手を越えていけるか、そのことが決定機につながる。ビルドアップするのはゴールを奪うためでもあるので、こういった動きは非常に重要ですし、しっかりとできていたのかなと思います。でこのシーンでもパトゥムの方はやはりかなりサイドを圧縮していて、左サイドにね寄っていました。最終ラインもほぼほぼ半分より、右サイド側に入ってるっていうところで、
こうなった時にモーベルクが逆サイドから相手の背中を取って裏抜けを見せるっていう動きも見せていました。つまりこれは先制点と同じような配置流れというところですね。なのでこういった横移動からの裏抜けっていうところに弱みを持っているっていうのがスカウティングであったのかもしれませんね。さらに浦和の強みとしてあるのはこういった3バック化とか相手に合わせて経路を見つけていくっていうところを別の選手でもできるっていうところですね。前半6分の段階では酒井がプラス1になったんですけども、先制点の時には岩尾がねプラス1になっています。岩尾がセンターバックの間ですよね。この位置に入ることで、3バック化ですよね。2人のセンターバックをつなぐような役割を担うことで、センターバックを2トップの脇のスペースへ押し出すというところ。で、やはり先制点の時にも大畑が相手の背後に潜っていくという動きですよね。これがあるので、サイドハーフはなかなか前に出れない。なので、ショルツが運んで相手の最初のラインを越えていく。関根から斜めのパスが入って、逆のサイドから相手の背中側から裏抜けをしたモーベルクに入って先制ゴールというところでした。まあ、浦和の選手がいろんな場所にね、出入りしながらも全体のバランスは崩れないっていう状況を作り出して相手を追い込んでいた。そうすることで相手の守備の基準ですよね。自分は誰を見ればいいのか。例えばサイドハーフだったら、後ろに潜っていった大畑を見に行くのか、大外にいた関根を見るのか、ショルツに対して前に出ていくのか、そういった判断を常に突きつけるというところですよね。そういった判断を強要するっていうことがあるので、相手のプレーの選択っていうのに迷いを与える、まあ、そういうメリットも大きいのかなと思います。パトゥムは試合開始の段階でアンカーシステムを警戒して丁寧な守備ブロックを組んできたんですけども、まあ、浦和としてはそれを見て、いつもの4-1-5のベースのポジションだけでは効果的ではなさそうだなっていうところを判断して、別の方法を使おうっていうところを前半6分の時点で試して、まあ、一定の成果を上げたというところ、それを先制点につなげたというところですね。なのでゴールそのものっていうのももちろん素晴らしいゴールですし、モベルグの素晴らしいシュートだったんですけど、相手の対策に対して効果的な方法を短時間で見つけて前半のうちにゴールまでつなげたという文脈を見てもいいゴールだったのかなと思います。はい、2点目は浦和の後半の適用について見ていきます。前半で2点のリードを奪ったんですけども、パトゥムもハーフタイムに陣形を含めてやり方を変更してきました。ティーラシーに変えてジオゴを投入して、布陣を 5-2-3 気味に変更してきましたね。さらに守備の状態ではそこから変形する可変のシステムを取ってきました。99番の選手に岩を監視させるっていうところもありつつ、シャドウの選手でセンターバックやサイドバックへのプレッシングですね。でそこはしっかりと背中で厚木や小泉へのパスコースを切りながら出ていくっていうところと、右のウィングバックはスタートのポジションをやや高めにすることで大畑へのマークを強めるっていう部分がありました。逆に左のウィングバックの選手はモーベルクをね警戒して低い位置からスタートして蓋をしてきましたね。でこの配置から追いつつ浦和の選手をこう人で捕まえに来るようなシーンが少し多くなっていったのかなという印象です。まあ、つまりマンツーマン気味の傾向が少し強くなったのかなというところですね。攻撃ではウィングバックの幅ですよね。こういったところをシンプルに使った攻撃っていうのも増えたのかなという印象です。後半の入りはこれに少しね、浦和は面食らった部分もあったのかなという印象で、前半ほどボールを前に運べずに守備でもややピンチを迎えました。ただパトゥムのボール前進っていうのは3バックとボランチで、さらにシャドウもね受けに降りてくるというところもありましたし、パトゥムのウィングバックも浦和のミッドフィルダーのラインと同じぐらいの高さからスタートしていたので、ここからボールが入っても2人でなんとかしなきゃいけないっていうシーンは多かったのかなと思うので、浦和としては対応もできてそこまで大きなピンチではなかったのかなと思います。まあ、ただ前半と比べてね、試合をコントロールする権利っていうのはいくらか失う形とはなりました。これに対して浦和は55分頃ですね、つまり後半開始約10分で適用を始めたのかなと思います。具体的には前へ前へとねずれようとしてくる相手の傾向を利用して最終ラインを手薄にすることで裏のスペースを狙っていくというところですね。55分に酒井からね裏へのボールが出て、そこに小泉が走っていくというシーンがあったと思うんですけども、この時には酒井にボールが入った時点でモーベルクと松尾ですね、この2人が引く動きを見せています。このことによって相手のウイングバックとセンターバックが前に釣り出されるというところですね。その形ができたので彼らの背後にはスペースが空く、そこに小泉が入っていく、で酒井も実際に出すというところで、相手の陣形の変更とやり方の変更のその傾向を利用して前半とは別の場所にスペースを作る。で、この時に小泉が裏抜けしただけじゃなくって、敦貴も酒井が蹴る直前にそれを予期して反転して前に行ってますし、
まあ、こういった手前に引いたところと列を越えて前に上がっていくところ、松尾も反転してね追いつこうとしているので、とてもいいシーンだったのかなと思います。まあ、残念ながらねこれはシュートまでつながることはなかったんですけども、相手が布陣を変更したことと積極的な前へのズレによるマンツーマン気味の傾向を強めたことを、まあ、チームが認知してそれに対応したボールの前進を試みたシーンだったのかなと思います。まあ、こうしてね後半のファトムの変更に対して適応したことで、ファトムの勢いもね少し止めることに成功すると、相手ボールの時に規制をかけながら追い込んでいく。で、30番の選手に松尾がね縦のコースを切りながら寄せたことで方向を浦和の右サイド側に制限する。で、モーベルクはセンターバックに出ようとしているので、出せそうなパスコースはここというところで、予測を持った敦木がインターセプトしてカウンターでゴール、3点目を奪ったというところでしたね。はい、3つ目はマンツーマン型への回答としての疑似カウンターを見ていきます。ファトムのハーフタイムの変更に徐々に適応した浦和を前に、プレッシングの勢いも落ちてきたのかなという印象ですね。前線の選手が引いて相手を釣り出してその裏のスペースを使うっていうこともできていたんですけども、まあ、その経路とは別にね、ウイングの選手が相手のウイングバックを押し込むという立ち位置を取ることも増えてきました。まあ、交代後は秋元と関根ですし、交代前はモーベルクと関根ですねが高い位置を取ることで相手のウイングバックを下げさせるというところですね。そうするとサイドバックが空きやすくなるので、元々のベースの 4-1-5 気味の布陣ですよね。こういった布陣のままサイドバックが解放されやすいという展開が増えました。で、ここから相手は 5-4-1 気味にして押し込むこともできていたんですけど、相手陣内に入ったとしても西川まで戻してしつこくつなぐ。そうすることで前に出たい相手っていうのをあえて前に引き出してスペースを生み出して疑似カウンター的にゴールを狙っていく、まあ、そういう狙いも始めていきました。で、そして4得点目がまさにこの形だったというわけですね。で、この時は岩尾がねセンターバックの間に降りていて、相手と人数を合わせるような形にはなっていました。ワントップ通射道の脇にはサイドバックの選手がいるっていうところですね。中央の2枚に対して江坂だったり敦木だったり、あと関根ですね、こういった選手がまあ入れ替わり顔を出していくっていうところで、相手の2センターに対して数的優位を確保していました。こうなるとシャドウの選手はセンターバックとサイドバックですね、こういったところを見なければいけませんし、ウイングバックの選手もサイドバックと降りていくサイドの選手ですよね。で、ボランチの選手もこの背後に入った時に前についていくのか、でもその選手は後ろから出てくることもあるし、その選手は今度は背後に潜ってくることもある。そういった風に基準をどんどんずらしていきながら、間々にパスを入れつつ相手を動かし続けていきます。で、最終的にはショルツから敦木へのパスが入るっていうところですよね。で、この時も江坂がね降りてさらに反転していくとか、まあ、そういった動きを見せていたことでボランチをサイドに寄せていましたし、岩尾が99番を引き連れて横に移動することでこのパスコースを作ったというところですよね。で、背後の6番の選手も岩尾につられているので、敦木が完全にフリーになった。で、そこにボールが入ることで一気に相手の4枚の最終ライン以外を全て置き去りにしたというところ、相手を前に引き出して後ろにスペースを作ってそこで前を向く。で、人よりボールの方が早く動くので完全にひっくり返す疑似カウンターの完成というところですね。敦木はもう前向いて運んだ時点で4対6なので、限りなくゴールにつながる可能性の高い状態を作り出して最後のシュートを秋元が決めたというところです。名古屋戦でもそうだったんですけど、人数を合わせて前にずれてくる、人を捕まえに来るっていう相手にはポジションの交換ですよね。前線の選手が顔を出して2列目や3列目の選手が上がっていく、そういった動きを繰り返すことで相手の守備の基準をずらしてボールホルダーに余裕を提供するだとか、その余裕をもとにボールをね後ろでしつこくつないで相手を前に引き出してひっくり返すっていうところ、まあそういったところは非常に効果的なのかなと思います。4得点目はそういった解決策ですね、回答的なものを見せた完璧なゴールだったんじゃないかなと思います。はい、今日は3つのトピックについて話してきました。ジョホール戦に続いてまさに臨機応変ですね。相手を見て効果的な方法を選択するっていうのはずっと目指してやってきたことではあるんですけど、ここに来てその対応の速度も上がっているのかなと思います。必ず相手は対策を講じてくるので、それにいかに早く対応できるかは自分たちが優位な状況で過ごす時間っていうのを増やすことにつながりますし、そのことがゴールを奪う確率が高い時間を増やすことにもつながるというところですね。またそういった対応を見出すまでに致命的なミスをしないかっていうのは失点を減らすためにも重要です。この2つがしっかりできていたからこその準決勝進出だったんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。
この試合や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらの YouTube チャンネルをはじめ、ダイアログでは浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを配信しています。またはクラブやチームとサポーターの目線を合わせるために、浦和レッズについて考えて建設的な議論をする文化を作ること、そのコミュニティを皆さんと一緒に作ることを目指しています。この動画を楽しんでいただけた方、目指す文化に共感してくれる方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。